愛せる人との巡り合いっていうものをあなたの人生の傷にしてはいけません。続きますよ。ひよっこさん、タレさんこんばんは。いつも楽しく拝見させていただきます。パートナーシップの問題ではありませんがよろしくお願いします。はい、どうぞ。私は幼少の頃からこだわりが強く、気になったことは徹底的に調べたり常に完璧を求めていました。そんな私が結婚10年が経ち、夫にがんが見つかり、5年の闘病生活の末亡くなりました。闘病生活では食事への異常なこだわりや西洋医学より東洋医学など良いと言われるものに取り憑かれたようになってしまいました。今考えるとどうして本人の好きなようにさせてあげなかったのかと悔やんでいます。無農薬野菜や玄米などあの頃自分でもこれではいけないと思いつつ、無農薬でなければ食べてはいけないと思ったり、砂糖の入ったものは毒のように感じたり、夫の気持ちを考えずどうにも止まらなくなってしまいました。周りからこんなに手をかけてもらって良いですねと言われたりしていたようですが、でも私の中では苦しくて苦しくて仕方がありませんでした。こんな結果にならなければ気づけないものなのでしょうか。夫は本当に優しい人で、どんな私でも受け入れてくれた立派な人でした。自分を責めないでということが苦しいです。なるほどね。どうして本人の好きなようにさせてあげなかったと悔やんでいます。多分あなたはどうしてもご主人を助けたくてしょうがなくて、もう藁をもつかむ心理だったんでしょうね。逆に言うとそれだけあなたはご主人っていうのを愛していらっしゃったのかなって感じがします。で、まああなたは自分を許せないというふうに思ってらっしゃるかもしれませんが、雲の上のご主人は未だにあなたが自分のことで苦しんでいるということをどう考えてらっしゃるでしょうね。考えたことがある？多分ご主人、僕がご主人だったらこう思いますね。僕が病気になっちゃったことで君にこんなに辛い思いをさせたのかと。そして一生懸命、多分ご主人以上にあなたはご主人を何とか納税してあげる、この私がと思われたわけですから、まあどれだけご主人を愛していらっしゃったのか、その愛は多分ご主人に伝わってはいると思いますね。でもどうかな、今ご主人が雲の上からあなたに送りたいメッセージがあり、僕が代弁するとしたら、未だに君のことを僕は苦しめていますかっていうことですよ。で、ご主人っていうのはあなたの人生の喜びでしたよね。だってまあ未だにあなたはご主人がいなくなったということで、責めることでご主人とつながっているわけですけれども、ご主人は多分そんなにあなたを苦しめたくはないかな。本当に昔出会った頃のように、多分ご主人のそばであなたはいつも笑い転げるような人だったんじゃないかなと思いますけれども、僕を君の苦しみにしないでよ、もう僕を昔のように喜びにしてくれないかなっていうのが彼のメッセージかと思いますね。彼はですね、もしこのことを彼に伝えたとしたら、本当に僕は君と結婚できて幸せだったって思うと思いませんか？きっと彼は言ってくれると思います。そしてもうあなたはこのことで自分を責めてはいけません。あなたの苦しんでいる、責めるこの姿っていうのは、まあご主人も天国で同じように思いますよね。よくですね、まあこれ癒着と言うんですけれども、ちっちゃい子供がですね、なんか手術をしなきゃいけなくてですね、そしてお母さんがそれをね、モニターで見てるとしますよね。メス、ギュッて皮膚に刺されたら痛いって思いますよね。痛いわけないですよね。痛いのは子供側ですから。でも癒着があるとそう感じるわけです。だから多分、
本当にあなたが今こうご主人がくれてたものがなくなり、この喪失感を感じていらっしゃるわけですけれども、今本当にこれだけ人生一生懸命完璧に愛してあげれる人と出会えたことは、あなたにとってもご主人にとってもすっごく幸せだったんじゃないですかね。私も完璧主義者のところがありましてですね、海外旅行なんかに行くとですね、だいたい街のマップとかは全部見てですね、不機嫌になるんです。うちの奥さんがどうしたのって聞くと、地図ではここはガソリンスタンドになってたはずなんだけど、ガソリンスタンドじゃないじゃん、どうでもいいじゃないのってうちの奥さんは言うんですけど、僕のイメージではこのガソリンスタンドでっていうのがガソリンスタンドじゃないじゃんって思っちゃうんですね。まあ登山に行く時もですね、私はもう遭難のシミュレーションもバッチシでですね、命のマヨネーズっていつもですね、リックの3分の2は遭難した時のグッズだったんですよね。そしてですね、ある遭難記を読んでたら、わさびマヨネーズを1本あったのが2週間それで命をつないだって書いてあって、私はずっとリックにマヨネーズを入れていったんですよ。そしたらですね、平さん、リックにマヨネーズ入ってましたよね。あるけど、山小屋のですね、サラダにドレッシングが少ないから、ちょっとマヨネーズ貸してください。俺の命のマヨネーズをみんなで回しやがって、俺の命のマヨネーズがどんどんなくなっていくという理不尽な、でもですね、それぐらい調べ上げられる旅行や山っていうのは楽しいですよね。で、あなたもこれぐらいですね、愛せる人との巡り合いっていうものをあなたの人生の傷にしてはいけません。それはあなたの人生の喜びであり、本当にあなたが次やらなきゃいけないことはですね、今度この主人と出会えた時に、本当にあなた健康で、私も健康で、二人でどういうふうに命をぶつけ合って楽しもうかっていうプランを今から練っておかなければいけません。今世ではさっさと死にやがって、まあ許してはやるけれども、来世ではもうバッチシ楽しませてもらうわよ。多分あなたにとってそのプランが誰よりも必要かな。で、さっきもちょっとお話しましたけれども、我々心理学者っていうのはですね、心というものを我々の主体と考えますよね。そうすると、まあ、あなたにとっては、まあ、ご主人が亡くなられるということによって、この罪悪感っていうのを使って、主人が亡くなっちゃった、主人が死んじゃった、主人とはもうつながりというふうに思ってらっしゃるかもしれませんが、肉体的にはそうかもしれませんが、仏教の考え方でもね、今すが如くっていうのがあってですね、もし主人だったら今って言うだろう、いるがごとく会話するっていうのを今すがごとくって言うんですけれども、もしこのことをね、ひよこさんご主人だったら笑い飛ばされませんか。何を言ってるんだよ、俺の方がお前に苦労かけて、本当に5年間心配かけて、まあ申し訳なかったなということ、ご主人よりもあなたが頑張っていたからね、ご主人は5年間の闘病生活にチャレンジできたんじゃないでしょうか。そうじゃなかったら、ご主人はもうちょっとそこまではしがみつかなかったかもしれませんね。さあさあ、そろそろですね、時間になってきましたけれども、全部が全部質問にお答えすることはできませんがですね、カウンセリングサービス、まあ、神戸メンタルサービスのカウンセリング事業部のことですが、無料相談コーナーっていうのがあるんですよ。で、もしよろしければですね、私どものカウンセラーが、今これなんか四角いの出ましたよね。ここを、ポチッとすんの？なんかするんですよね。写メ撮るの？そうするとですね、この無料相談コーナーに送っていただくと、
全部が全部とは言いませんけれども、うちのカウンセラーができる限り皆さんの質問を答えようとしてくれます。メールでお答えします。ただですね、ホームページにそのお答えは載っちゃいますから、ペンネームかなんかでしてくださいね。今回と同じようなスタイルで構いません。こういうのを利用していただいても構いません。さらにですね、まあ我々カウンセリングサービスではですね、あのプロカウンセラーの初回無料という、プロカウンセラーが1回だけ無料であなたとお話できます。プロカウンセラー全員初回無料ありますから、何十件とタダでカウンセリングすることもできますし、またあのボランティアカウンセラーというものもおります。まあ私どものカウンセラー養成講座で学んでいるカウンセラーですね、まあそういうのであればボランティアということですから、あの何回お話しいただいても無料でお話ができたりしますね。そういうのもですね、もしよろしければですね、参考にしてください。でですね、カウンセリングっていうのは同じ質問をですね、3、4人のプロカウンセラーにご相談いただいて、あなたが一番納得できるカウンセラーを選んでいただければというふうに我々は考えます。まあ俗に言う医学でいうセカンドオピニオンという考え方ですね。特にあのこの心のジャンルっていうのは、それぞれの考え方一つであなたが幸せになったりハッピーになったりまあしますから、そういうふうに考えていただければ結構かなと思いますね。こんにちは。今日は心理学もっと勉強したい人のための宣伝だよ。一番手軽で簡単な方法は、毎週水曜日21時からニコ生ライブやってます。 YouTube でも見られるんだけど、21時20分までは無料で見れます。有料会員の皆さんになると、質問コーナー毎週毎週平と質疑応答ができるのプラス、平のレクチャー映像が52本、音声だけの聞くまるっていうのが66本も聞き放題、ニコ生の過去の映像はなんと今80本も見放題。これ毎月550円で見れるって、もう頭おかしくないですか。ここの社長、簡単に550円で勉強し放題だよ。詳しくはコメント欄見てね。こんにちは。今日は皆さんにお知らせがあります。私はなんでこうなんだろう、彼はなんでああなんだろう、そんなことを知りたい皆さんに、私どものオンライン講座というものがございます。いつもここで見ていただいています恋愛心理学講座の他に、心理学入門講座、さらにカウンセリング講座なんていうのもあります。カウンセリング講座というのはカウンセラーになる人だけではありません。カウンセリングっていうのは、彼はなんでああなんだろう、こんな時に彼になんて言ってあげたらいいんだろう、まあいわばパートナーシップ、つまりあなたは彼の専属カウンセラーと言ってもいいかもしれませんよね。1ヶ月オンライン講座フリーパス2万3100円で10講座も受けれます。3ヶ月のオンラインフリーパス6万3800円。人によっては1年間のオンラインフリーパスを勉強しちゃうなんていう人もいますね。これは179,300円。もう一講座に割ると1000円ちょっとでお勉強できてしまいます。もしこういうことに興味がある、またカウンセラーになりたいなんて思ってらっしゃる皆さんは、概要欄の方をチェックしてくださいね。もしよろしければ無料説明会というものをズームでやってますので、一度来ていただけませんか。そうするとですね、皆さんに入会金無料、そして一つの講座、お試し講座って言うんですけれども、ズームの講座を一つプレゼントいたしますから、それでどんなものかちょっと見に来ていただくこともできます。人にとっては本格的にカウンセラーになりたいっていう人、まあ私どもではとてもたくさんいらっしゃいますけれども、一度無料説明会にお越しください。よろしく。